それでですね、今日はちょっとまあ番外的にこれ最後に1個やりましょうよって言ったのがですね、これまだ実はトレーラーもなければポスターも何もない、もう急いで作ったからっていうことで、まあある意味で当たり前なんですけど、あのレボリューションプラスワンというですね映画が今、もう本当にたったつい最近公開されたんですね。でこれはまあ他でもない山上哲也を、うん、まあ達也って名前なんですけど、ね、映画の中ではですね、うんうん、川上達也ですね、川上達也って名前なんですけど、うん、まあ、山上哲也をもうもろモデルにして、まあ、いろいろ言われてることとか、あと実際かなり想像の部分も含めて、彼がその安倍首相の暗殺に至るまでの、まあ、経緯みたいなのを描いた。でこれは実際はあのまだショートバージョンで、11月って言ったかな、そうです、ロングバージョンが出るので、はい、まだちょっと、まあ、若干あのラッシュ版という感じではあるんですけども、うん、これが今公開されていて、まあ、安倍さんの国葬の前にこれが公開されたということもあって、そうですね、あの国葬の前日にまず、うん、あのイベント会場で公開されて、そのトークイベントに出させていただいて、出たんですよね、監督と話したんでしょ。そうですね、で、うん、国葬当日にも、これはお昼にね、うん、上映とトークイベントがあって、うん、そこにはダース・レイダーさんが出てらっしゃいましたね、うんうん、でこの、うん、まあ、足立正雄監督ですね、正雄監督、これ実はもう83歳そうですね、もともとは、まあ、日本赤軍のねレギュラーのメンバーでスポークスマンっていうね、はい、非常に重要な役をされてた、はい、人です、はい、で僕は、中学2年の時にですね、1972年に新宿文化地下のアンダーグラウンドのサソリ座っていうところで、はい、足立正雄監督が脚本された「ゆけゆけ二度目の処女」っていう作品を見て、実はすごい衝撃を受けてですね、それで結構僕の人生ってはっきり言うと変わったんですね。ああそうですか、ゆけゆけ二度目の処女、1969年ですね。そうですね、うん、で若松プロの作品とか、まあ皆さんご存知の大島渚監督の作品とか ATGK にそこからだーっとハマっていくことになったんだけど、この足立正雄監督って日大の芸術学部時代にね、うん、あの銀河系っていうまずサインっていうのを作って有名になって、うん、その後そこを出た後ですね ATG で、うんうん、非常にアバンギャルドな作品で銀河系っていうのを撮ってらっしゃって、うん、で銀河系っていうのも僕は中2の時にやっぱり67年ですね、銀河系67年ですね、うん、これもね本当に衝撃でした、うんうん、でね、それをなぜ今話すのかっていうと、うん、この足立さんのねレボリューションプラスワンっていう作品は、うんうん、足立さん のその初期の作品、まあ、脚本作品とか銀河系は監督作品ですけども、うん、すごくよく似てるんですね。で、うん、僕はそのねそれどう考えているのかっていうと、彼が若い頃まだ20代の時にね銀河系とか、まあ、ゆけゆけ二度目の処女とかね関わっておられた頃は、比較的アバンギャルドなとんがったファンタジーとして描かれたことが、今はとんがったファンタジーではなくて現実そのものになっているっていうことなんですね。じゃあどういうことかっていうとね、例えば「ゆけゆけ二度目の処女」はね、実はこの「レボリューションプラスワン」の演技をやったですね、田本ソラン君っていうね、田本ソラン君っていう若者ですけれども、主演の人ですね。そうですね、ゆけゆけ二度目の処女はですね、後に有名な編集者になる秋山道夫っていう人が主演してるんだけど、顔がよく似てるんですよね。で本当に似たモチーフがたくさん出てくる。その「行方行き二度目の処女」ではですね、秋山道夫、まあ、主人公は、マンションの管理人の息子、うん、でもどうも管理人はもう死んでて彼が管理人をしているような感じ、うん、でひたすらヒッピー集団から屋上でずっといじめられ続けているっていうね。で出口がない、でも誰からも見てもらえない、そういう存在が
そのまさにここではないどこかの突破口を作り出すためにそのヒッピーを一人一人殺害していくっていうね、うん、復讐譚なんですよね、うん、で構造がよく似てるだけじゃなくてモチーフもよく似ていて、ゆけゆけ二度目の処女ではね、その彼の境遇に、シンクロした同じ世界に入れる女の子っていうのが出てきて、うん、私のことを抱いてもいいよって言うんですね、うん、レボリューションプラスワンもそうですよね、同じ出てきますね、同じ出てきますね、うん、彼とシンクロできる女の子が出てきて、うん、病院でね、私のことを抱いてもいいよ、うんうん、はい、でゆけゆけ二度目の処女では抱けないんですよ、で、うん、レボリューションプラスワンでも抱けないですよね、ですね、うんうん、でつまりまあ、性愛的なものがあまりにも遠い、うん、そういう性愛的なものに向ける感情の働きみたいなものを、うん、自分の中に育てることができていないっていうところもすごく似ている、うんうん、あと雨の使い方も重要でね、このレボリューションプラスワンを見るとね、そうそう、安倍さんを打つシーンが実際雨降ってなかったのに、彼が周りだけ雨降ってるでしょ、ね、ここ自分で彼の心は雨なんだね、あと彼が留置場いる時にも雨が降ってるんですよ、であれは映画好きな方はお分かりだと思うけど、鈴木清純の殺しの楽園と同じで部屋の中なのに雨が降っているっていうと、うん、まあ、タルコフスキーなんかによく出てくるパターンだけど、うんうんうん、あれはつまり閉ざされた世界っていうことなんですよね、うんうん、他の人たちとつながっていない彼だけの世界には雨が降るんですよ、うんうん、で雨の降ってる世界に入ってくる人はいないっていうのは、つまり彼の世界は誰からも見てもらえていないっていうことなんだけど、湯気池二度目の処女にもですね、やっぱ雨のシーンが出てきて、そこではさっきの彼とシンクロできる女の子が短い時間だけど雨を共有するんですよね、うんうん、ということで雨を世界として使っているっていう一つの、時空間として使っているってことも二級駅の自分の症状とすごく似ているんです、うん、でね、この類似は、先ほど申し上げた通り結構重要なことでね、頃は尖った比較的アバンギャルド作品としての表現だったのは、今回はそうではないですよね、まあ、山上哲也、まあ、川上達也が、1969年に描かれた映画の主人公と同じような、うん、その抽象的な時空間にいたんじゃないかっていう、やっぱり足立さんの洞察が示されているんですよね、でなのでこれは足立さんに申し上げたんだけど、巷に存在するいわゆる個人的怨念イコール統一教会への怒り、あるいはそれと仲が良かった安倍晋三への怒り、それが原因だっていうね、短絡的な議論には組みしていないんです、この映画はね。で僕はまあいろんなイベントでもここでも申し上げたけど、山上容疑者のね母親が破産したのが2002年で、今回の事件が起こったのが2022年で、20年間のねそのロスジェネの辛酸をなめる生活があるんですよね。なので統一教会にお金を吸い上げられるってことがなければ今回の事件は起こらなかっただろうっていうことも言えるんだけど、20年間の地獄の、まあ、ロスジェネ生活がなければ、やっぱり今回のことは起こらなかっただろうっていうふうに考えられるんですね。で僕ね本当にコンパクトな昔のウィークエンダー的な再現映像みたいに見えるところもあります。でそれはまあ意図して作ってるところがあるんだけどと思いますけれど、僕らが知っている山上哲也についてのその情報、父親がどうして自殺したのかとか、お兄ちゃん、そうね、兄も、まあ、脳腫瘍の開頭手術で目が見えなくなって、で結局まあ、自殺をしたっていうね、で、まあ、母親が家でどんなお祈りをしていたのかとか、その風景がどんなものだったのかっていうことをね、まあ、かなり資料を今分かっていることを、まあ、限られているとはいえね、分かっていることをつなぎ合わせて
まとめて残したってことが大事です。妹との関係なんかもいろいろとちょっと想像で描かれてますよね。そうですね、あの辺はね、うん、おかずみたいになってて、この作品を単にフィクションとしてだけ見ても面白いよねっていうふうには作ってあるんだけど、いや僕らはやっぱり足立さんの意図通り、これは現実だろうと考えた方がいいと思うんですね。そういうふうに思ってもらうようにやっぱり作ってあって、でそこでじゃあそのつまり母親の破産に至るまでのね、お父さんの死、兄の死でうんぬんかんぬん、っていう部分とその後の20年間の部分をやはり分けた上で、その後の20年間の部分が何だったのかっていうことをね、すごく圧縮して示していると思う。つまり誰からも見てもらえない存在だったということなんです。で今日ね、見る見られるとか同じ世界に入るってことがキーワードだっていうのはやっぱこの映画にも集約されていて、彼は誰からも見てもらえなかったし、彼と同じ世界に入る者は誰もいなかった。だからそれは、お母さんしかり、死んだお父さんしかり、であるいはお兄ちゃんしかり、ね、で お兄ちゃんはもしかすると同じ世界に入れる可能性があった存在として描かれてますよね。手製の銃の練習をしている時にお兄ちゃんが現れてアドバイスをしてくれるっていう、ある種の白日夢を見るんですけれども、ね、あれはもう死んでるはずだよ、死んでる状況ですよね。だからあの白日夢は、彼に最も近かったのは多分お兄ちゃんだなっていうことをちょっと象徴的に示していると思うんだけれども、でということでね、この作品は今日の映画の一連の流れで言えば、見てもらえず同じ世界に入るものがいない、そういう存在が、今回の事件を切り離して言えばね、たくさんいるよねっていうふうに理解していただいても構わないし、あと僕は朝日新聞で書いたようにね、統治権力の正当な暴力を信頼できない場合には個人か共同体が自力救済をするしかないんです。それはチャールズ・ブロンソンですよ。そうです、それはだからホブズのリヴァイアさんの裏の意味なんですけれど、ベジランテですね。そうですね、ベジランテか、で、共同体の自力救済は、ミュニシパリズムっていうヨーロッパの動きとして展開してるけど、これって仲間集団がないとできないんですよね。共同体が空洞化しているとミュニシパリズムっていう、共同体自治っていう考え方は実装できない。だから一匹狼でやらなきゃいけないよね。そう、チャールズ・ブロンソンのように。そうです、で一匹狼が自力救済をするときはやっぱ暴走しがちで、なぜ暴走しがちなのかっていうと、つまり単に共同体が空洞化しているから個人でやるしかないってことじゃだけじゃなくて、共同体が空洞化していると、見てもらえない存在、あるいは同じ世界に入るものが誰もいない存在になりがちで、さっきのノープがそうですけど、みんなが見るのはスペクタクル、 SNS、面白い延長で何も見てないわけでしょということで、やっぱり見る見られるモチーフの中に明白にこの作品入っているがゆえに、やっぱ同時代的に連なってるんですよね。